今回の動画は魚の住処、大量の海藻が密集するガラモチ帯に網を仕掛けていく。果たして魚は取れるのか。はい、こんにちは。小豆島漁師浜井です。今回はですね、こちらガラモですね。はい、でこちら今見にくいんですけど、ガラモ一面に生えてます。こういったね、海藻って特に根魚の隠れ家になってます。だからこの中に隠れることで安心して育つんですね。というわけで、この中に網を仕掛けていきたいと思います。果たして魚がたくさん取れるんじゃないかと思います。でちょっと海の中どうなってるのか、 GoPro 突っ込んでいきたいと思います。じゃあ突っ込んでいきます。でちょっとね、ガラモの中入るともうペラすぐガラモつきます。でドライバー上げて、で今これね、ちょっと大きめのあれだからいいんですけど、よくね船外機だと思うとこのガラモのせいで止まります。ガラモ掃除をしてあげないといけない。で掃除ができたら下げます。でエンジンをかけて、で今回の網はですね、こちらを使います。こちらの封印されし磯立てですね。これこの間しもたんですけど、もう早速やろうと思ってまた開封します。で磯立ては磯に仕掛ける目のこんまい目の網ですね。これはメバルが取りやすいというやつです。じゃあこのガラモの真横に行って準備していきましょう。じゃあこちらの大量のガラモの中に網を仕掛けていきます。あ、中というかまあ横ですね。ガラモの際網を入れていって、で際バックしていきます。もう本当にガラモの際ですね。おじいさんがよくやってた手法です。ガラモも本当昔に比べてね、だいぶ減りました。こういうのが減ったのも魚が減った原因の一つかなと思います。で冬は逆にガラモの際じゃないと全然魚がいない時とかザラにあって、際やらないといない。隠れてるんでしょうね、お家に。でまばらに生えてるガラモの際逃さず綺麗にカーブでやっていきます。でこんな感じで海の中でこう立てるから縦網です。これが言うたらガラモのね、際にずっと立ってるって感じですね。じゃあ網を入れて、でもう一枚こちらの網を沖側に仕掛けて、で明日釣りに行きたいと思います。さあ果たして明日楽しみですね。それじゃあ明日まで、せーの、ぴょーん。はい、というわけで海苔の仕事も終わってきました。網がここ見えてるんで GoPro 突っ込んでね、見てみたいと思います。じゃあ沈めていきます。よし。じゃあ早速食っていこう。いいね、ベタナギじゃねえ。ベタナギは嬉しいね。船が流れないから撮影もしやすい、漁もしやすい、何でもいい、風よりいい。じゃあ早速網上げていきます。果たして魚はかかっているのでしょうか。網が浮かんできました、あちら。もうほんとガラモの際って感じですね。何か来るかな、何か、お、もうなんか奥の方見えてますよ。メバルかな、メバルかな。お、カサゴです。カサゴ、カサゴ1匹2匹、これ後で外します。ただこのガラモの際やると、これ見て、これガラモがすげえ乗っかってくるんですよね。これだけちょっと大変。うわー、磯かかっとるけどペラがガラモの方入っとるから向きが変えれんな、どうしよう。ちょっと風向き悪いんで反対から来ります。じゃあちょっと移動して、よいしょ。それじゃあこっちから上げていきます。座っちゃいます。さあ網が上がってきました。お、早速ガシラだ。ナギなんで外していきましょう。このかぶってるのをなるべくのけてあげて、で頭から目から抜いてあげる。目からっていうのは網の目合いのことですね。決して目玉を抜く意味じゃありません。口によくかかってるんですよね。で抜いた。よし、これがガシラ。もうこう減って、だいぶ立ってるのでだいぶ超えてきてます。でこういった小さいガシラは当然リリース。ほいっと。お、なんかでっかいん来てない？なんかでっかいん来てる。おお、エイアコウや。お、磯立てにエイアコウ来たで。これ嬉しいか。これちょうどね、見てください。分かりにくいんですけど、赤と赤でここ網の目がね破れてるんですよ。で破れてるから多分ちょうど目合いがこのアコウの目合いと重なってちょうどよく取れたんでしょうね。だから破れたおかげでこいつがかかったんですよ。嬉しい、めっちゃ声取るやん、めっちゃ声取るやん。
松岡さんの真似です。はい、エアコン活かします。じゃあどんどん上げていきます。ちょっと流れるんで、お、またなんか来た。あ、ボラですね。うわ、カンボラだ、カンボラだ。あ、いいボラ。後で外します。で続きも上げていきます。まさかしら。お、グレーだ。でガガナで、タナゴですね。で、またガガガガガガシラとガラも。お、またボラだ。さあ、もっと来い。またこう来てくれてもいいよ。ガガナ、クロメバルがいないですね。ガガナばっかりだ。ガガナの方が安いんですよ。ガガナの方があの頭でっかちで、ちょっと癖が微妙にあるんかな。またガシラ、ガラも、ゾウも、ゾウも。よいしょ。なんだ、お、クロメバル来た。これクロメバルですね。いいね、いいメバルや。目がキラキラしてる。あ、タケノコ、これタケノコのメバル。あ、金メバルだ。もういろんな種類が来るな。金色のメバルだから勝手に金メバルって僕が呼んでます。ガシラガシラ。じゃあゴークロに繰り返ってシラだ。何か来るかな。あ、ガガナ、ガガナですね。なんかや、なんか。はい、じゃあ網が終わりました。そんなにいなかったですね。で、取れたものがこちら、ボラとめっちゃいいアコウ、ガシラにグレ、それからタナゴ、でタケノコ、でクロメバル、で小さいのとボラは逃がします。はい、じゃあ次に昨日仕掛けたガラモの沖側やったやつ網食っていきます。最近ヒラメが全然取れんから、ヒラメがおったら嬉しいんですけどね。あ、だだだ、腰が痛くて。あ、そうだ、一発ギャグというかあるある、腰が痛い人のくしゃみ。これ分かる人はあの腰痛になったことある人。さあ、網が上がってきました。魚はかかっているのでしょうか。こちらの網は目合いが 3.5 寸、タイならまあ1キロぐらいが、1キロいかんぐらいが、よくかかるぐらいの目合いとなります。あ、で、なんか来た。え、なんか来た。あ、なんか来た。わ、でかー、でっかコブダイや、でかでかコブ。で、コブダイは、売れないので逃がします。まあ売れんことはないんですけどね、ちょっと痩せてるから。さよなら。優雅に泳ぎおるわ。で、こちらアマテガレイ、まあ痩せてるんで逃がします。おお、アメフラシだ。もう出てくるかな、もうアメフラシ出てくるかな。これ食べれるらしいんで、いつか食べてみたいと思います。アメフラシは独特の匂いがし、いっぱいムラチャキ、逃がします。おお、久しぶりのヒラメ。あ、落ちそう落ちそう。回収回収。ほら落ちた。久しぶりやな。めっちゃ声取るわ。いいヒラメゲッチュー。じゃあ生かしときます。あったあったあった。よいしょ。もっと特大ヒラメが1000枚ぐらい来たらな。しばらく大きいかんでよくなって。で、今めっちゃでっかいヒラメが来た。おい、これ落とすわけにはいかん。一応網には入っとるけどな。 おでっか。わあ、よいしょ、やった、でっかでっくえ。大破れ作っとるけど全然ありがとう。わわわわ、うわ、これでかい。東京行ったら何ぼするんやろ4キロぐらいあるんちゃうかな。じゃあ行かします。池も入るんかな。池入った、ぬーんって感じ。いや、よかったよかった。ヒラメが1匹おっただけでもやる価値ありました。もう1匹ぐらい来てほしいけどね。まあ、あとはぼちぼちやっていきます。お、で、いいタケノコが来ました。はい、で、また2匹目のタケノコ。タケノコが増えてきたんかね。で、タケノコ3匹目。タケノコだけで2箱できそうや。お、またタケノコや。4匹目。お、で、カレーだ。カレー、カレー、アマテガレー、いいカレーですね。あ、ただ痩せてる。まだちょっと痩せてるんで逃がします。ポイッと。あー、終わった。タケノコがちょっとと、あとはヒラメでしたね。
ヒラメがおっただけでもマシですね。じゃあ旗上げて網くり、2枚とも終了です。じゃあちょっと魚外していきます。はい、じゃあ外し終わりました。見てください、いいタケノコですよこれ。これで一箱できました。美味しそう、もうだいぶ超えてきてるね。生かします。オッケー。まあ、とりあえずヒラメがおっただけです最高ですね。それじゃあ帰ってお昼ご飯にしたいと思います。今日のお昼ご飯はなんとですね、こちらで、もう一丁で、さらにもう一丁で、さらにもう一丁、僕はデブッチョ。はい、で今日の昼飯なんですけど、大量の荷物4つ、なんと福島県のいわき市さんからですね、いわき市の美味しいものを紹介してくださいということで、今回こんなにねいただきました。ありがとうございます。でこれで今回昼飯作っていきたいんですが、中身がですねこちらです。全部ですねいわき産のものとなると思います。じゃあ1個ずつ見ていきましょう。あんこう、伊勢海老、コウイカ、メヒカリ、白菜、ネギ、しいたけ、エリンギ、トマト、フルキカ、コシヒカリのいわきライキで、いちごで、僕の大好き日本酒マタベです。初めて飲むな。で今日のお昼はですねこちらの中から、まあ、いくらかピックアップさせてもらって、最高のお昼ご飯作って食べたいと思います。それじゃあやっていきましょう。レッツゴー。はい、でまずこのいわきライキさんで、いちご、まあ、せっかくなんで鎌で、で水を約200ぐらい入れてあれしときます、つけときます。まあ20分ぐらいかな。はい、で次にこの超巨大な伊勢海老やっていきます。めっちゃでかい、ほら。でこれはどうだったかな、まあここら辺ね、こうやって周り包丁入れて、でねじり取る、こう OK で、ここ直近直近切り取って、でこれ最近ねいわき市の方でも取れるようになってきたらしいんですよ。ここらでも小豆島でも何回か取れたけど、やっぱこれもね、あのあれの影響かな、温暖化とかで。こうやって剥けたらスプーンでほじくり出します。殻に沿ってこうスプーンを入れてあげる。タタタタタ、よしよしよし、でっかい芋虫みたい。おおすげえ。あ、ほんで綺麗にほら腹綿も抜けました。おいで、こんなきでっかい身が取れました。めっちゃでかい。でこちらの超巨大な伊勢海老の身をもう豪快サイズ、豪快一口サイズに切っていきます。うわすっごいうまそう。たまんねえ、ちょっと味見します。醤油つけてほとんど手だけど、いただきます。おお、プリップリ、プリップリだけどちょっと味ないんで湯通しします。こういうねエビとかって軽く湯通しした方が絶対美味しいから。じゃあさっと湯通しして、で真冬の冷や水で冷やします。はい、これで OK。 じゃあお皿を用意して、で水気を切った伊勢海老を持っていきます。でまあちょっと正月用の残りの飾り付けをして、視聴者さんにね素敵なお花をいただいたので、飾ってくださいってもらったので、せっかくなんで飾らせていただきたいと思います。ちぎって、でこんな感じで素敵なお花を飾らせていただきます。はい、というわけで伊勢海老のお刺身完成。はい、お次はメヒカリというお魚をやっていきます。でこちらのメヒカリ、目が青く光ってることからメヒカリっていうんですけど、まあ今は目が光ってないですね。で福島県のブランドフィッシュで、まあ水深 200m ぐらいにいる深海魚だそうです。これはもう干物なんでトースターに並べて焼くだけですね。おやすみ。じゃあ次は鍋をやっていきます。まずはあんこ、あんこをさばくのはもう3回目でほとんど潰し切りなんですけど、でこれ冷凍できてたんでね、このようにカチカチなんですよ。ただやっぱ鍋にはあんこだろうということでやっていきたいんですが、どうしたらいいかな、ちょっと忘れたな。まずここら辺に切って、で皮剥いでいこう。よいしょ、おおお、すごいぞ俺。ああ、よっしゃ。で、あんこはね捨てるとこがないと言われております。この7つ道具っていうのがあって、あん肝、えんてみんえででで、で皮があって7つ道具となります。皆さんもね7つ道具ちょっと調べてみてください。でお腹の方はもう出してくれてますね。で次にこの美味しそうな肝を取っていきます。で半冷凍だから、半解凍だから、俺のこの末端冷え性には軍手入っとっても辛いわ。よしよし、綺麗にやってくれてますね。今日はこの肝入れてね、ドブ汁ってやつにしたいと思います。肝と味噌を入れてやるやつですね。でちょっと忘れちゃったんですが、まあ大体の身のところで切っていきます。で真ん中の硬い骨立って、でこれ胃袋ですね、胃袋も食べれます。でまあ吊るしてたら、あとはまあこういうね唇とかも、あそうだ、唇ばかり残るなりっていうね、あんこうながらの名言みたいなのもありますけれども、今日はもうこのまま入れちゃいましょうか。それから次にこのヒレですね、ヒレ取って、こっちもヒレ
よいしょ。でこの状態を柳実って言いますね。なんか柳の葉っぱだったかな、葉っぱみたいっていう形だから柳実だったと思う。でこう縦らかしてこの骨のとこ、上側をこうやって切っていきます。よし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 。あーこれ冷凍だから硬い。よし。で身の方はポチッポチッポチッと。オッケー。でこの半身、半身も冷凍なんですが器用な感じでやっていきます。よしよしよし、抜群よ。松岡さんのモノマネです。でポツポツとポツと。オッケー。でやっぱあんこを半分に砕いておきます。いけるな。冷凍しとったらやりこくなるんかな。クッパーっつって、ほっほっほっ。よいしょ。もう半分にしようかな、調子乗って。やっぱ出刃はこういう使い方できるからいいよね。オッケー。でボウルの中へドボンドボンポトッと。で次野菜切っていきます。ネギ。もう男はまっすぐスッスッスッと。もったいないから、もったいないから箸はちゃんと残す。これはなんか毒草に臭み消しに使えるから置いとく。エリンギ2つ、食感よく。で次は椎茸。しいたけはこうやってこう十字を切るとだけになって思った。危ない危ない。これもこうやって、これもこう、よし。 OK。 で最後に白菜で、このちょっと汚れ取るとこだけ取ります。であとはもう切るだけですね。うん、身がよう詰まって美味しそうな白菜ですね。こんな感じ。もうちょい切ろう。よいしょ。 OK。 ここで半分。これはもう丸ごとでね、白菜も大きい方が美味しいから。はい、じゃあ鍋を用意して、で肝を潰して入れます。こんな潰さんでもいいかな、どうなんだろう。でもったいないんで手についてた肝で弱火で火をつけて、で焦がさないようにいっていきます。でだいぶ色が変わってきましたらお味噌を同量入れます。だいたいこれぐらいで混ぜて、でここにちょっとだし汁加えます。でまた混ぜて、で本来のやつはね、あのもう汁、水入れんと野菜の汁だけで作るらしい。確かですよ。おお、なんかすげえコクがありそう。でここに白菜、それからあんこう、あんこうもね水分が多いから多分いっぱい水が出ると思う。それからコウイカですね。これは事前に調理しておきました。3分クッキングの要領です。でしいたけと、それからエリンギ、それからネギも加えます。でちょっと頭とか入らないんで、頭はまた僕のおかずにしましょう。で蓋をして待ちましょう。はい、というわけで10分経って鍋もできました。ご覧ください。はい、それではオープン。パカーっと。おお、すっごいなんかオレンジな美味しそうな色ですね。はい、でこちらの何だったっけな、いわき雷鬼ですね。いわき雷鬼をついで、おお、いい感じに焼けてますね、炊けてますね。これで OK。で美味しそうに焼けたメヒカリもお皿に飾って、めっちゃ油が浮いてるんですよ。はい、これでメヒカリも完成。はい、それじゃあ小通り。はい、というわけで完成しました。濱家特製いわき市御膳ですね。美味しそうなドブ汁にメヒカリの干物の焼いたん、特大伊勢海老のお刺身にあんこの頭を煮ました。それから美味しそうなイチゴ、そしてまたべ。それじゃあ宴を始めようか。はい、それではいただきます。でもちろん最初はまたべータイムで、高いのにありがちなこういうタイプの外すやつですね。これ外して、でここコルクになってるんですね。それじゃあ、仕事が終わったので、ああいい匂いがするな。やっぱお酒ってね、あのなんだろう、北の方が甘いイメージはあります。おお、飲みやすくて甘みが強くて、キリッとよりはまろやかな感じですね。めちゃくちゃうまい。これめっちゃ酒が進んで酔うタイプのやつ、めっちゃ飲むやつ。はい、じゃあまずは特大伊勢海老のお刺身です。醤油につけていただきます。めっちゃプリプリですね。食べれないけどうわ、口の中入れた瞬間甘いしプリプリ、適度にね湯通しした方が美味しいわ。でいわき市のお米、いわき雷鬼コシヒカリですね。あ、美味しいわ。うまい米って感じがする。米の味そこまでわからないんですけど、うまい米ってやっぱ食った時になんかうめえってなるじゃないですか。こんな感じです。うん、
米がうまいわ。で次は目光ですね。どうしよう、頭ちょっと落として、でここかぶっちゃおうかな。多分骨いけるかな。果たして頭からいけるのか。あ、いける。全然骨ないやん。全部いけるこれ。うまっ。脂がごっついですね。初めて目光食ったんですけど、目光うまいわ。福島県の方々ぜひコメントください。美味しいですよねって。僕は嘘言ってるみたいなんで。とろっとしててめっちゃ脂乗ってて、で甘いです。で日本酒がめっちゃ合うわこれ。あーうめえ。で最後にドブ汁ですね。この肝のコクと味噌のコク、それからあんこうのコクで、いわき市の野菜のコク、すべてが入ってるはずです。こんな感じでどうでしょう。じゃあまずあんこうの身から。うわ、うまっ。あんこうの身はもちろん美味しいんですけど、このドブ汁肝混ぜたやつがね、めっちゃコクがあってうまいんですよ。うわ、エレンギもブリブリやんけ。エレンギ火通してもブリブリタイプのやつですね。ブリブリザイモンです。イカもめっちゃ美味しいわ。でちょっと早いけどデザートにイチゴも。程よく甘いイチゴって感じ、うまい。で酒が進みます。イチゴ食った後だけでも。で僕ちょっとトマト苦手なんですけど、いただいてみましょう。あの僕本当に正直 YouTuber でやってるので苦手なんで、多分食べて美味しいとは言わないと思いますけれども、せっかくいただいたものですからしっかりね食べたいんですよ。食べたい欲はあるんですよ。いただきますよ。フルーツトマトやから甘い、ちょっと甘めかな、多分フルーツトマト、分からんけどね。ちょっと早口になって。うん、好きじゃないけど食べれるわ。あ、でもやっぱトマトやな。うん、トマト好きな人が食ったら美味しいですよ。太田くんちょっと食べてみて。うまいよ。あ、うまい。やっぱりね、うまいトマトやろ。すごい濃厚やね、うん、で、あんこうはこれ炊いておきました。頭の方ですね。うん、すっごい弾力があって、はーちゃん美味しい。頭の部位が美味しいんかな。うまっ。で、目いかりこのように脂めっちゃ乗ってて、ほんまに頭から食えるし、トロトロで、うん、うまっ。いや今回はね、ちょっとうま、めっちゃうまいうまいって言いまくってて、いわき市からの依頼だからうめえうめえって言ってんだろうって言われるかもしれないんですけど、そんなことないです。本当に美味しかった。トマトはだから正直に。ちょっとごめんなさい。ごちそうさまでした。あとはゆるりと、顔は真っ赤かな理由なんですけど、酔ってるんじゃなくて、あのずっと海苔の片付けして日焼けしております。はい、というわけで皆さん本日もご視聴ありがとうございました。いかがだったでしょうか。ガラモの中に網を仕掛けてみたということで、アコウとかね、タケノコメバルとかヒラメもたくさんいましたし、たくさんはいなかったんです。巨大なヒラメが一匹いて、あれが良かったですね本当に。そしていわき市も、いわき市もってごめんなさい、いわき市さんもありがとうございました。いわきさんありがとうございました。皆さんもぜひね、美味しい食材揃ってますので、お買い上げいただければ。お買い上げって言ったらちょっといらっしゃいですよね。じゃあ見かけてみてはいかがでしょうか。それでは See you next time. バイバイ。